ブレイン生物系特定産業技術研究支援センター。今ご紹介を預かりましたお茶の水女子大学のゆらです。プロジェクトのプロジェクトマネージャーを承っております。よろしくお願いします。それでまず最初に私の方からプロジェクトの簡単な紹介をさせていただこうと思いますので、ちょっと 2,3 分お時間いただきます。で今こちらに出てますように、我々のプロジェクト、地球規模の食糧問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食糧生産システムの開発というものでして、右側にずっと書いてありますように、大体10機関、11機関ですかね、が集まって、昆虫をもとにした食料を作っていくという、ベーシックなところから社会のインプレメンテーションまで向かって、プロジェクトを走らせております。で私が時間をあまり食ってもいけませんので、ちょっと、細かいスライドですけれども、プロジェクトの中身を、ご紹介いたします。このスライドはですね、下から上に向かって見ていただくのがよろしいかと思うんですけれども、下のベーシックサイエンスとしましては、昆虫を家畜化する、ゲノムを変えていくということも必要になりますし、それは例えばおいしいコオロギを作るとかですね、早く成長するとか大きくなるというものが、当然必要になってくると思います。でその次に、オレンジ黄色のところに行きますと、今度どのように飼っていくのかと、家畜ですから飼う場所が必要になるわけですけども、それをどのように作っていくのかということを研究いたします。でその上の4、5になっていきますと、3、4、5というべきですかね、食料として、あるいは、家畜の餌ですね、としてコオロギをどのように作っていくのか。で2050年を見据えていきますと、我々人類は宇宙に行っていることは間違いないですから、宇宙の食料をしてどうしていくのかということもすでに見据えて今から研究開発をする。で同時に課題6というのがありますけども、それを社会にどのように実装していくのかということで、我々のプロジェクトの中には社会科学者もいまして、例えば私のところでは今アンケートを取っているわけですけども、現在昆虫食がどのように日本人の間で受け入れられているのかということも調べるということを始めております。でそういう出てきた成果をですね、今日ご登壇していただきます、会社の、ベンチャーの方というべきですかね、に実際に、協力をして社会に、位置づけていくということを行っている次第です。で、私からのプロジェクトの簡単な紹介はこれぐらいにいたしまして、ここからは、各、会社さんですね、3区の会社の方から、実際に事業の紹介とかどのようなことをしているのかというのをお話しいただこうと思います。